はい、どうも、ヒーローでございます。今日はこちらですね。はい、プラティニロマーリオ、ベルカンプということで、プラティニ初登場。よろしくお願いします。まあ、FIFA でね、今までずっといたと思うんですけど、EFと、とか、ウィーレ含めて、OB 選手として、レジェンド選手として来るのは初めてですか。僕の記憶では初めてですけど、楽しみですね。してロマーリオ、ベルカンプと。いう感じで、今日は育成の方紹介していきます。まあ今日ちょっとね、先にベルカンプだけちょっと言う紹介とね、説明なんですけど、まあちょっと育成紹介はしません。今回ベルカンプはね。はい。このブースターで上がるところとですね、まあ長所を活かしながら少し足を速くしたい。少しでも足を速くしたい。そんな選手でございます。足元結構あるのでね。はい。ボールコントロール、トラップうまいし、ボールキープもしっかりしてくれます。ただ、逆足頻度やや低いなので、ドリブルはちょっとしづらいのかなっていう風に考えております。はい。まあ、この選手は正直ガチスカは入らないので、今回はちょっとこういった形で簡単な説明だけにさせていただければと思います。はい。そしてですね、ロマーリオプラティニ獲得させていただきました。ガチャはですね、全部で96回、引きまして、プラティニとロマーリオ当たりました。はい、ということで、プラスですね、あと、裏の選手で言うと、ちょっと強そうなのがこのビトール・ホケと、あとはこちら、ジャン・フィリップ・マテタ。ということで、この二人のね、レベマも合わせて、ついでにですけど、紹介していければと思います。で、レベマ紹介した後、プラティニとロマーリオの使用感動画もちょっと見ていただければと思います。さあ、今日もよろしくお願いします。はい、ということで、まずは簡単にハイライトの先ほど紹介した2人行きましょう。まず、ジョン・フィリップ・マッツァなんですけど、まあ、これ完全に、クロスゲー要員の選手となっております。身長192センチ、逆足高い高い、スキルが、ヘッダーエアバトルついて、ワンタッチシュートもついております。で、こんな感じの能力で、タレントデザインは、シュート7、クイックネス4、脚力1、エアバト15、ゴールキーパー1、9上げてます。はい。これで、ジャンプが99、フィジカル99、ヘディング94にもなって、まあ結構強い、育成になってます。クロスゲーにおすすめです。そして、ビトル・ホケ、18歳ですね。ついこの間までサンパウロにいたと思うんですけどね。今はバルサです。シュート9、ドリブル6、クイックネス10、脚力11、上げて、この能力。これ結構普通に強いと思うんですよね。はい。で、逆足がただ普通普通ですね。で、スキルが、ワンシュースパサブついてます。ミドルついてますってことで。まあ、スキルちょっと物足りないのでね、つけてあげたいですね。使う際は。はい。まあ、イベントとか、あとは、なんだろうな。まあ、イベントか。イベントで使う人は多くなるような能力。なんなら重宝するような能力になるんじゃないかなと思います。ブラジルだってバルサの選手で使えます。はい。さあ、行きましょう。こちら。今日のエピック。まずはロマーリオ。はい。ボディコン100乗ってます。てか、ロマーリオ、ちょっと舐めてたんですけど、今回いらねえというか、別に欲しくなくて、まあ、ちょっとガチャ引いたし、ついでに来ればいいやぐらいで思ってたんですけど、使ってみたら、なんかめっちゃ強くて、逆足は普通高いですね。スキルはこんな感じ。まあ、ワンパとかついてないね。で、出場試合数今6試合出して3ゴール3アシストで結構使用感いいです。はい。タレントデザイン紹介、シュート5、ドリブル8、クイックネス12、脚力10、上げました。で、スカッと入れると、ブースター込みでこんな感じになります。ボディコン100がやっぱね、一番見応えがあるところですね。まあ、あとは瞬発99。そして水色の多さ。これが素晴らしい。はい。プラティニ行きましょう。プラティニの能力こんな感じ。で、逆足精度頻度が最高最高。これが素晴らしいです。で、スキルがね、結構優秀で、ダブルタッチ足裏コントロールカーブついて、ワンシューワンパスルーパー。めっちゃ、優秀、アウトスピンもついて。なので、追加スキルといえば、まあ、ミドルシュートつけてあげたいですね。で、あとは、まあ、ピンポイントクロスつける人だったら、ピンポイントクロスだったり、あとなんだろうな。あと、ライジングとか。まあ、そういうの欲しいよって人は、それぞれ好みでつければいいかなと思います。タイトデザインの紹介したいと思います。パス1、ドリブル8、クイックネス11、脚力13、上げてますね。で、スカッと入れるとこんな感じ。で、さっき言ったんですけど、スタミナがちょっと低めなので、スパサブつけてあげて、スパサブ枠として使うのも、まあ悪くないかな、というふうに思っております。まああとは、もう余った闘争心とかね、そういうのつけてあげてもいいんじゃないかな、という感じですね。今出場試合数は7試合4ゴール1アシストということ。
まあ、とにかく逆足精度頻度が最高最高なのでボールキープしやすいですね。右左とね、いっぱいいろんなところ使ってくれるのでキープがしやすい、そんな選手になっております。試合使用感動画の方を見ていただきましょう。さあ行きましょう。残念ながらちょっとホケのね動画は撮れてないんですけど、それ以外の選手は撮れたかなと思います。はい、これまずロマーリオですね。はい、ここでヨング入って縦ここ横に入れた時にここのロマーリオがワンツー入れて裏抜けで最後はしっかり決め切る、いいですね。はい、ここロマーリオ受けてつなぐ、メッシで逃げる。はい、まあ、これちょっとメッシの動画やね。インパクトであれしてドン。まあ強いて言えばここでロマーリオがしっかりキープできたよっていうぐらいです。このはい、続きまして、ビエラに横パス入れてここにプラティニですね。 OMF でネイマールでここ来ねて中見てプラティニオッターで逆足の左でこのシュートしっかり決め切る。まあ、このしっかり逆足でも決め切るっていうのがプラティニのいいところですね。でネイマールからここネイマールで突破いきますよと、で逆中入れてここプラティですね。で縦行ってマイナスにいたロマーリをしっかり使う。このボックス内でしっかりプラティがこう相手の逆をつけるトラップをできたのが良かったですね。ここですね。はい、このトラップがしやすいプラティ。まあ足元やっぱありますよね。さあ続きましてロマーリが裏抜けして相手ついてこれなくなる、しっかり決め切る。でロマーリ早いわマジで。これすごい勢いで置いてけぼりにしてるもんね、相手のディフェンスね。うん、もう、デスすらも間に合わず、そんな感じでしたね。さあ、これはシャビアロンソから。これちょっとクロスゲーですね。ルークショーから、これプラティニですね、中。グランダクロスにしっかりワンタッチで合わせるプラティニ。さあ、ここでプラティニが受けて、逆に振るテオエルナンデス。で、ここで待てたですね。これは、マテタのヘディングシュートです。ここでプラティニもしっかり絡んで逆足で逆に振る。で、テオが、これエッジクロスでマテタでシュート。素晴らしい。置きに行くようなヘディングシュートですね。さあ、プラティニから。はい、これ。まあ、ちょっとね、すぐ行っちゃったので見ていただきましょう。いや、このプラティニがね、マジで使用感いいの気持ちよかったね、特にこれ。ここでちょっとかっさらっちゃいますね、不利な感じで。ただ、ここでシューキャン入れたりとか。ゲージ見せしながらしっかりミドルシュート決める。まあ、これでスキルミドルシュートつけてあげたっていうのももしかしたら効果あるかもしれないですね。まあ、なので、今回のガチャなんですけど、プラティニ欲しい人は引くべきです。絶対に。プラティニマジ強い。はい。ただ、ロマーリオとね、ベルカンプは正直今回はいなくてもいいかなって感じなんですけど、ロマーリオは、今までのロマーリオ持ってる人は、ちょっと別に取んなくていいかなって感じです。ただ、今回のロマーリオは、なんか前回を超える強さがあるなと。いうのは感じてるので、まあ、プラティニプラス、まあ、ロマーリオもちょっと欲しいなって思う人はガンガン引いちゃってください。と思っております。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それではまた。